はい、皆さんこんにちは、シュータです。今回の動画は僕が以前に挙げたアーマーの動画を今期バージョンにアップデートしたものになってます。で、前半はアーマーの仕様とかダメージ計算について話してて、後半はアーマーの強さの一覧とか各クラスおすすめのアーマーなどについて話してるんで、必要に応じてどちらの方ね、飛んでみてくれると嬉しいです。で、概要欄とかコメント欄とかにタイムスタンプ置いてあるので、そっちの方からね、必要な場所を飛んでみてください。というわけで、早速行きましょう。皆さんこんにちは、シュタです。今回はタルコフのアーマーについて話をしていこうと思うんですけど、今回はアーマーを選ぶポイントになるクラスと耐久性、それから材質、この3つについてポイントを押さえた上で、実際のアーマーの有効耐久性、まあ、どんぐらいアーマーが強いかって話ですね、をしていこうと思うんで、一つよろしくお願いします。で、まずそのポイントの説明をしていこうと思うんですけど、まずはクラスの説明からいきます。アーマーのクラスって結構知ってる人も多いかと思うんですけど、これどれだけ敵の強い弾を受け止めることができるかっていうのがアーマーのクラス値です。で、A 引き、海外のウィキから持ってきたんですけど、これ各クラスそこそこ貫通するかしないかぐらいの性能の弾が下に並んであります。で、多分一番よく使ってるだろう BT 弾。この BT 弾は37の貫通力ある弾なんですけど、それぞれ相手の4アーマー、5アーマー、6アーマーに対してどれぐらい効果的なのみたいな感じのが上の表です。例えば、4アーマーに BT 弾打った時、有効性は5なので非常に効果的という風になります。Google 翻訳かけてるんで、だいぶガバガバ翻訳なんですけど、要は、弾が完全にそのアーマーを貫通するために必要な弾数が書いてあります。なので、BT 弾は1から3発あれば4アーマーを貫通できますよっていうのが書いてあるので、まあ、この弾は有効と。で、これが4アーマーから5アーマーに変わった場合、5アーマーに対してだと3から5発必要なので、まあ3から5発だとそこそこ厳しいけど、まあ勝てないことはないよねぐらいな感じなので、まあギリギリ有効かなと。で、相手が6アーマーになると5から9発ぐらい必要で、 AK のレートで、5から9発だと正面から打ち合いっていうのは結構厳しい、多分勝つことは難しいんじゃないかなってぐらいになってくるので、そんな感じで自分の使ってる弾とアーマーの関係性を知るのに、結構便利な表となってます。ということで、クラスが上がると敵の弾を受け止めやすくなるので、できるだけ強い、まあ、できれば実戦に持っていくんだったらクラス5以上のアーマーを装備した方が生還しやすいなっていうのはこの表を見てからね、わかると思うんですけれど、まあ、そんな感じのデータです。で、次、耐久性なんですけど、これはそのアーマーが弾を受けた時にどれぐらいそのアーマーが長持ちするのかっていう、自分の HP じゃなくてですよ、アーマーがどれぐらい長持ちするのかっていうのが耐久性です。で、耐久性の説明の前にタルコフの仕様として、アーマーっていうのは最大耐久値の何パーセントそのアーマーの耐久が残ってるかっていうので貫通するかしないかの計算っていうのが行われるんですね。それを踏まえて、ここに耐久が100のアーマーと50のアーマーがあります。で、これに貫通性能がこんな感じの弾を撃ちます。で、実際に弾を撃ってみるんですけど、これアーマー2つ100と50で耐久値に差はあるんですけど、どっちも仕様的に耐久は 100% ある状態じゃないですか。100分の100と50分の50で、どっちも新品なので、このアーマーに対してのこの弾の貫通率っていうのは 20% になります。で、実際にこう弾がアーマーに当たった時、貫通はしなかったとした時に弾のダメージ30でアーマーが削られるので、 A のアーマーが100分の70になって、 B のアーマーは50分の20になります。で、この時に A のアーマーの耐久値は 70% で、 B のアーマーの耐久値が 40% まで下がるので、こっからもう一発弾受けた時の貫通率っていうのは A が 50%、 B が 80% の確率で弾が貫通するようになります。初弾を防ぐ性能っていうのは、そのクラス、例えば6クラスなら6クラス、5クラスなら5クラスのアーマーで全部一緒なんですけれど、耐久が高いほど1発目ダメージを受けた時の2発目の貫通率っていうのが変わってくるので、まあ、結局耐久が高いアーマーの方がより耐えやすいっていうのが、まあ、ここからわかると思います。ちなみにここからもう一発受けた状態だと、 A の方の耐久が 40% になるのに対して、 B の方は耐久が 0% になってしまうんで、もう服着てないのと一緒ですね、 B の方は。まあ、なので結果的に耐久が多い方のアーマーを着ると自分が長生きできますということです。で、最後のポイントなんですけれど、素材とか材質とかって言われてる部分ですね。タルコフのアーマーは、まあ、こんな感じで材質がいくつかあって、上にあればあるほど強い材質っていうことなんですけれど、これアーマーダメージ倍率っていうのが、そのアーマーがどれくらいダメージを軽減してくれるかっていう要素、自分の体じゃなくてアーマーがです、アーマーがどれだけ削られるかっていうのを防ぐ要素です。なので上にあればあるほど長持ちする、アーマーが長持ちする素材を使ってるっていうことになります。で、修理耐久減少割合っていうのは、その戻りやすさって言われてる要素で、アーマーを修理した時にどれぐらいそのアーマーが最大耐久値まで治るかっていうのなんですけど、これ後で説明します。で、材質なんですけど、アラミド繊維のアーマーっていうのが一番強いんですけど、このアラミドを使ってるアーマーってパカアーマーしかないので、これ2アーマーなので、実質最強は超高分子量ポリエチレンっていう素材を使ってるアーマーが一番強いアーマーということになります。で、この素材っていうのがどれぐらいアーマーに影響を与えるかっていうのを、さっきのアーマーを元に見ていきたいと思うんですけど、
さっきと条件一緒で、 A のアーマーは装甲鋼っていう材質を使ってあります。で、 B のアーマーはアラミド繊維っていう材質を使っているとして、で、新品状態の貫通率っていうのはさっきの仕様の通りどちらも 20% になります。で、 A のダメージ倍率は装甲鋼の 70% っていうのが適用されるので、最初に30のダメージ受けるところが21ダメージ受けることになります。で、 B の方のダメージ倍率はアラミド繊維は 25% のダメージ倍率なので 7.5 のダメージを受けるので、実際に一発受けた時の耐久っていうのはこうなります。ここからもう一発受けるときどうなるかっていうと、 A の方は100分の79で耐久値が 79% なので、この状態での貫通率は 41%、 B の方は最大耐久値の 85% なので貫通率は 35% になります。まあ、こんな感じで耐久が全てってわけじゃなくて、耐久にどんな材質が使われてるのかっていうのを合わせて、そのアーマーがどれだけ弾を受け止めれるかっていうのが変わってくるので、一概に耐久が高いだけ、材質がいいだけっていうだけじゃ、まあアーマーは選べないよっていうのが分かったと思うんですけど、まあ、こっからその材質と耐久をどっちも計算した時に、結局どのアーマーが一番耐久性がいいのっていう話をしていこうと思います。これはそれぞれのアーマーの耐久値と材質から算出した有効耐久度っていう、まあどれぐらい硬いのかっていうのをパッと見で分かるようにデータ化したものですね。じゃあこれの数値が高ければ高いほど強いアーマーなのかっていうと、まあまだそういうわけではなくて、これどういうことかっていうと、数値の高いものをだいたいざっと眺めてほしいんですけど、これ袖まであるアーマーが多いじゃないですか。アーマーには保護部位っていうのがあってですね、この保護部位っていうのが多ければ多いほど、そのアーマーのそもそもの耐久値っていうのが高く設定されてるので、まあ袖がついてるやつってシンプルに耐久が高いんですね。重いんですよ、アーマーが。アーマーが重くて重いアーマーを着てるっていうデメリット、デバフもあるので、移動速度が落ちたりだとか、旋回速度が落ちたりとか、エルゴノミクスが落ちたりとかっていう、こうデメリットがね、いろいろと付きまといます。まあ、なので、一概にあの数値が高いアーマーが強いってわけじゃないっていうのは、これデメリットがあるからっていうところで、一つ押さえておいてください。で、一旦保護部位の話をしていこうと思うんですけど、袖がついてるアーマーって、胸とお腹だけじゃなくて、まあ、腕も守れるようになってるんです。で、タルコフっていうゲームの保護部位なんですけれど、このアーマー着てると、肘より上ぐらいまだなんか守ってくれてるじゃないですか。これでも実際は、タルコフはこのゲームの仕様上、腕って書いてあったら、ここまで、手先までしっかりとアーマーに覆われてるっていう判定になるんですよ。なので、このアーマーに覆われてない、ちょうどこの素手の、ここの肌色の部分ですね。ここに弾を食らったとしても、アーマーっていうのがちゃんと削れてくれるんですね。なので、アーマーがここまでちゃんとしっかり守ってくれます。でこのアーマーね、ここの、上着の黒い部分ぐらいまでは着てるっていう判定になるのと、あとこの脇腹ですね、脇腹というかここも本来は動きやすいように空いてるんですけど、ここにもねちゃんと防御判定っていうのがあるので、しっかりとアーマーがね効果を発揮してくれるようになってます。で、ついでにさっきの項目の部分にも触れておくんですけど、このアーマーが腕まで覆われているのがいいのか悪いのかっていう話が一つあってですね、タルコフっていうゲームは胸の HP がゼロになったら死んじゃうので、必要最低限その胸だけ絶対に防いでくれる用のアーマーがあればいいっていう人と、まあ、そうじゃなくてそもそも HP を削られない方がいいよねっていう派閥で、まあ、この保護部位広い方がいいか狭い方がいいかっていう派閥があるんですけれど、腕に5発弾を受けて、で胸に1発弾を受けたっていうシチュエーションがあるとするじゃないですか。例えばですよ、まあ、その時にスリックを着ていた場合、腕に5発はそのまま全部ダメージ受けるけど、最悪胸の弾さえ止めれればいいっていう考えなので、腕の5発のダメージは素通りで受けて胸の1発を止めましたっていうような使い方ができるんですよ。対してこの 6B43 の方は、腕の5発もしっかりとこのアーマーがダメージを吸収してしまうので、腕に5発受けた時にはもうこのアーマーの耐久値がないかもしれません。そうなると胸に受けた1発、その1発で胸が破壊されて死んじゃいましたっていう状況もまあありえるんですよ。まあ、こういう状況だとスリックの方が、まあ、必要最低限の方が胸は絶対に守れるから生存はしやすいよねってなるんですけど、腕に5発受けた時点で腕がもうボロボロ壊死してるから、壊死した状態で戦えるのかっていうところを考えると、この 6B43 っていうアーマーの方が生存能力としては高いんですよ。なので必要最低限の防御だけするか、それともしっかり体全体を守るかっていうのは、まあこれは個人の見解というかプレイスタイルによるところなので、一概にどっちがいいっていうふうには言えないです。ただこのフルプレートの方のアーマーって、さっきも言った通り重くてデメリットがいっぱいあるので、こういうデメリットを考慮すると、僕はどっちかというと必要最低限胸だけ守れる方が扱いやすいんじゃないかなと個人的には思います。最後に修理についてなんですけど、タルコフはアーマーの材質でこの修理がしやすいかしづらいか、治りやすいか治りづらいかっていうのが決まってます。右の表の修理耐久減少割合っていうのを見てほしいんですけど、上に行けば行くほど少ないじゃないですか。まあ、つまり減りづらいってことなんですよ。なので超高分子量ポリエチレンが一番減りづらくて、セラミックが一番耐久度が減りやすいです。で、今回はそのセラミックと超高分子量ポリエチレンを並べて、まあ、どんぐらい実際に修理に差がつくのかっていうのを見ていこうと思います。
セラミックのアーマー、こっちですね、緑の 6B さんの方は50分の 13.6 の耐久値があって、 H グリッドのは50分の 0.6 の耐久値があります。下の方におおよそのデータっていうのが出てるんですけど、まあ、実際にこれを修理していきます。はい、修理しました。カメムシアーマーの方は 42.8 まで耐久度が回復してるのに対して、 H グリッドの方は 49.1 まで回復してるので、まあ、こっちの方が戻りがいい、まあ、何回でも使えるアーマーだよっていうのが分かったと思うんですけど、さっきタルコフの仕様で最大耐久値の何パーセント耐久が残ってるかで貫通するかしないかの判定が行われるって話をしたと思うんですけど、この修理した後の耐久値はこれを最大としては計算しないんですよ。どちらも最大耐久50だったじゃないですか。なので今のこっちのカメムシアーマーの方は50分の 42.8 っていう耐久値が残ってるっていう状態になります。初めからある程度削られた状態でこのアーマーを着て戦いに行くことになるので、特にセラミックみたいな戻りが悪い素材だと全然アーマーとして機能をね発揮してくれなかったりします。ぶっちゃけこのアーマーが受け止めてくれる弾なんてあと1発か2発なので、耐久値的な面で見てもその修理をした後の使い回しっていう面で見てもセラミックはかなりアーマーとしてのランクが低い、まあ劣ったアーマーなのであんまり使わない方がいいんじゃないかなと個人的には思います。ではここからアーマーの強さランキング見ていこうと思います。それぞれね6アーマー5アーマー4アーマーの順番に見ていこうと思うんですけれど、まず有効耐久値って何かっていうと、さっき言った通り材質と元々の耐久値を元に算出した、まあ、僕がね、個人で計算して出したデータになってるので、公式のデータではないんですけれど、あくまでどのぐらい強いかっていうね比較の参考程度に見てくれればなというふうに思うので一つよろしくお願いします。まず6アーマーから見ていこうと思います。6アーマー全部で6種類あります。一番強いと思うの、まあ、スリックが一番強いと思います。スリック、H グリッド、この2つはマジでよく6アーマーでもね名前聞くトップティアアーマーだと思います。これ何が強いかっていうと胸だけしかないんですよ。胸だけしか守ってくれないんですけど、逆に胸をしっかりと110以上の耐久力で守ってくれるので、まあ、胸で殺されることはほとんどないっていうぐらい、まあ、強いアーマーになってます。で、データ的に見るとスリックの方が耐久力高くて強いんですけれど、普段使いするのであれば H グリッドでも大して変わらない上に、 H グリッド材質がウルトラハイウェイトポリエチレンでできているので、こっちの材質の方が戻りがいいんですよね。なのでリピートして使うことも考えると H グリッドがまあティア1になるんじゃないかなと。ただ硬さだけ求めるのであればスリックの方がいいんじゃないかなというふうに思います。で、結構意外だと思うんですけれど、この AVS MBAV、 これタギラアーマーですね。タギラのアーマーリグも109って結構高い実質耐久値があるので、スリックとか H グリッドにまあほとんど遜色ないぐらいの耐久値持ってます。ただこっちは治りがめちゃくちゃ悪いので1回しか使うことできないんですけど、その最初の1回目、使う分に関しては ABS もかなりね高い耐久値持ってるので、ぶっちゃけこれでもいいですよ。安くて済むので ABS の方がいいんじゃないかなっていうふうに個人的に思ったりします。結構この2つに比べてね高い評価を得てるので、まあ1、2、3位って感じですかね。で、次はズンクですね。これちょっと使いどころが変わってくるんですけど、耐久値が94っていうちょっと低めの数字プラス胸と腹守ってくれるんですね。6アーマーって全部基本的に胸しか守ってくれない、軽いアーマー胸しか守ってくれないので、ズンクは、しっかりとお腹を守ってくれるっていう意味で結構ね強いんじゃないかなというふうに思ってます。で、この下の2つ、これに関してはもう使いどころがはっきりしてて、フルプレートのアーマーなのでめちゃくちゃ重たいです。なので歩いて戦闘して、まあ、腰ダメで戦うぐらいのニュアンスで、やっていかないといけないんですけれど、左の方 6B43 の方はしっかりと耐久値が高い、170ってかなり高耐久なので、ファクトリーとかに来てっても結構生きて帰ってこれるぐらいの硬さがあります。さっきも話したんですけど、 6B43 って腕と胸とお腹と守ってくれるんで、胸だけに比べて他のところでアーマーが削られてしまうってデメリットはあるんですけど、まあ、それでも170って耐久があればしっかり守ってくれると思うんで、これ結構悪くないと思います。ただこのタンカラーの方、こっちの方は110って結構低い耐久値なんですよ。なので意外とすぐ削られきっちゃう、気がするので、あんまりこれは使い勝手良くないんじゃないかなと思います。重さとかデメリットの割に合ってないアーマーなんじゃないかなと個人的には思ってます。で、次は5アーマー見ていこうと思います。5アーマーは、結構種類があるんですけど、やっぱり目引くのはキラーアーマーと ACPC、 それからタクテック、この3つがやっぱり群を抜いてデメリットの割合を見ても、まあ、いいんじゃないかなというふうに思います。まあ、キラーアーマーは言わずもがないですね。胸とお腹だけ守ってくれて133、しかも材質がウルトラハイウェイトポリエチレンなので戻りもいいと、まあ、これ最強ですね。で、 ACPC も同じく、 ACPC は胸だけ守ってくれる133なので、キラーアーマーに比べて、胸生存確率がね結構高いアーマーとなってます。今期は45レベルでタスククリアしないと手に入らなくなっちゃったんで、まあ、ちょっと気軽には切れないかもしれないんですけど、これかなり有能ですね。で、それまでのつなぎと考えたらタックテックが、まあ、時点で強いんじゃないかなというふうに思うんで、まあ、この下3つのアーマーはねトップ3入りと。で、よく皆さんが使ってるガゼル、それからコランド、これがどのぐらい弱いかっていうのをこうやって比較してみたら分かると思うんですけど、特にコランド、このアーマー64しか耐久力ないんで、もうキラーアーマーの半分以下です。半分以下しかないので、このアーマーレベル高い人とか、まあ、僕も結構よく言ってるんですけど、あんまりコランド使わない方がいいよっていう風に結構言ってるんですけれども、弱いので
もう見たら分かる通り弱いのであんまりおすすめしないですけれども、まあ、一応腐っても5アーマーなので弱い球を弾くっていう意味では結構能力があります。で、ガゼルもしっかり、ガゼルはセラミックでできてるので耐久が81しかないんですね。なので、まあ、ガゼルもコランドも、まあ、どっちかというとガゼルの方が強いんですけど、まあ、それでもガゼルとコランドやっぱ弱いんであんまり使わない方がいいと。でコランド使うぐらいだったらもうちょっとお金払ってガゼルを切るっていう風にするのが、まあ、無難にいいんじゃないかなという風に思います。ただ序盤はねやっぱ入手難易度とあとデメリットの低さ考えてガゼルをねよく切ることになると思うので、まあここ手に入らないんだったら時点でガゼルぐらいのニュアンスで使っていけばいいんじゃないかなという風に思います。で他5アーマー全部いろいろあるんですけど、まずこのジェン4とレダット、それからディフェンダー、この3つに関してはめちゃくちゃ重量があって重いので普段使いするにしてもちょっと今期はデバフの関係上厳しいと。で右4つ、ここ4つですね、ここ4つに関してももう袖がついてるんで全部重いんですよ。なので5アーマーで実質的に選択肢に登ってくるのってさっき言ったガゼル、コランド、キラーマー、ACB、シタクテクぐらいになってきちゃいます。デメリットもあるので、まあ、なのでこの中から使うって考えるとやっぱり下3つがいいんじゃないかなっていうような感じですね。で最後4アーマー見ていきましょうか。4アーマー結構、競争率高いんですけれど、まあ、その中でも意外な結果だったのがこの THOR のこの今期前期追加された弱い4アーマーあったじゃないですか。このアーマーはめちゃくちゃ弱いと思ってたんですよ、僕も計算するまでは。ただそれでも下のセラミックでできてる 6B13 とか 6B23 とか 6B5、この辺に比べたら全然耐久力があるっていうの僕は驚きました。この辺使う人いるのって思ってたんですけど実際そんなことはなかったみたいです。で、4アーマーで一番強いのはトルーパーですね。これ圧倒的群を抜いて高い耐久値189、めちゃくちゃ高いので困ったらトルーパー使っておけばいいと思います。一応ただ、このアーマースリックと交換できるのでフリマ売りで12、3万で売ることができます。なのでまあ僕は結構売りがちですね。インレードがついてたらフリマで結構売ってるんですけど、まあ、使いたかったら全然使ってもいいぐらいの強い耐久値なんじゃないかなと個人的には思ってます。で時点が ABS とか、A18 とかのアーマーリグなんですけど、 ABS と A18 って結構入手難易度に限られてくるので、ABS はちょっと高めのレートの交換で、 H8 に関しては、結構レベルが上がった後のドル売りで解放されるんだったかな、ちょっと手に入りづらいので僕は TV110 このアーマーリグがね安くて強くておすすめしてます。結構、リグの容量が広いっていうのもあるんですけれど入手難易度が結構低くてラグマンから十数万円ぐらいで交換できるのと、あと交換素材も安い交換素材があるんですね。なので TV をね、ちょっといい戦に行くときは着ていくといいんじゃないかなと個人的には思ってます。今期追加された MMAC っていうこのちっちゃいアーマー、これが耐久値が89あるのでこれめちゃくちゃ強いです。素材がウルトラハイウェイトポリエチレン使われてるのでこっちの 6B3TM って今までみんなが使ってたコンバーマーに比べて、耐久値が高いっていうのもあるし戻りもいいのでこのアーマー今期結構なんていうの軽装レイドの必需品になるんじゃないかなと個人的に思ってます。なのでこの 6B3TM 使うぐらいであれば MMAC 使うといいんじゃないかなと。なので皆さんもね、6B3TM コンバーマー使うぐらいであれば MMAC 使うようにしましょう。ただこっちは胸しか守ってくれないんですよ。これがメリットと取るかデメリットと取るか、胸だけを89しっかり守れる4アーマーっていう風に考えるか、ショットガンに強い 6B3TM 使ってお腹とかもしっかり守りたいよっていうレッグメタというか、弱い球フェイクメーカーとかなんかそういう球にも対抗したいよっていうんだったら 6B3TM の方がいいんですけれど、ちょっと難しいところですねここは。まあそれぞれのなんか宗教というか立ち回り次第だと思います。あとは水で交換できる M1 リグとかは別に使ってみてもいいんじゃないかなというような感じですね。というわけで、僕のアーマーの動画を見てくれてありがとうございました。前半は、前に出した動画の焼き増しになってるんで今回追加で実装した分で後半だけになってるんですけれど、結構その前半部分知らない人も多いと思うのでよかったらね参考にしてくれればなというふうに思います。それでは皆さんいいタルコフライフをお過ごしください。お疲れ様でした。バイバーイ。